最終章かな。リの段で合ってる、離れの段、今後呼んでも来てくれないの彼は。今さらばって言った誰か。なんかセリフある。安らかに。これ何、脳内に誰か語りかけてきてる。びっくりした。結局太刀とかもなんもないじゃん。あ、でもそっか、ユナに会えばユナが持ってくれてんだもんな。酒井の太刀はユナと合流しろ。いやー、ここまで失っちゃったらな。うわ、逃亡中は移動できないとか出る。ああ、なんとしてもこれはもう、ここまで失ったら勝たなきゃ何にもならないもんな。ユナ。いや、これはこれまで以上に手段を選ばないことを決意するでしょ、ジンは。毛の原ではないか。うん、てかそうだな、すげえな。ここ御神木、あ、御神木っつってたな。てた、うん、ケンジは無事に逃げれたかな。身を潜めて進もう。ちょっとケンジの身も心配だけど、あれ敵いる、いる、ここ見つからずに御神木へ向かえ。御神木どこなん、あの焼けてるあれでかいの。見つからずにあそこまで行くか。単純に遠回りすればいいのか。ど真ん中は無理だよね。こっち行ける？そこにいるけど、これ登れんのかな。もう熱い！即死！即死。あれダメなんだ。くっそ、あの建物入れねえかな。そこの見張りも後ろ向いてるから入れちゃいそうだけどね。よいしょ。中にはいないな誰も。太刀はなくてもせめてな、区内とか爆弾あればいいんだけどな。煙玉とか。大風が来そうだ。うん。早くユナを見つけよう。こんなとこにユナいんのか。待ち合わせ場所にここ選ぶ、だって敵まみれんとこ。敵いないとこ選ぶだろ普通。なんとかすすきがある場所まで来たんだけど、こっからあそこ、ちょっとこれ道間違えたかな。なんか。あそこね、丸太で橋かかってるけど、あそこ渡ってくんのがなんか正しいルート感あるな。これ無理か、これも。こっちに来ちゃった時点で引き返す、引き返さなきゃ無理かなこれ。あ、こっちにもススキあるな。であそこの見張りが、あ、向きを変えた瞬間にこっちで、そこにもススキがある。ススキは強いぜ。で、あの丸太の橋を渡りたいわけだ。今行けるかな、ダッシュで。あ、ダメそう。あぶねえ。あいつに見られちゃうのか。この建物の裏回った方がいいのかな。じゃあそうしよう。うお、そこにもいる。中だな。うん、建物の中入って、あ、普通の物資とかは拾えるんだ。区内とかの道具はないだろうけど。よし、飛び込もう。飛び込んでススキに入っちゃえばこっちのもんだから。で、あの丸太だな。今いけるな。よし、突っ込め陣、振り向くな。いけたかな。あ、ちょっと炎に触ると一発で死ぬのさっきやったからな。あ、こっちからいけた。これは、ん、
なんだ、あたりを調べる。なんか手紙でも、え、これは島の人々か。なんてこった。ユナはおらぬな。だがこの者ら、ひとところに集められたのか。ん？どういうことだ。あたりを調べろ。他にも調べるものが向こうか。わあ、ここも倒れてるな。人がたくさん。ん？なんか苦しんで亡くなったように見えるね。ここにも人が。なぜ死んだ？毒か？それこそ。うん、なんか顔色悪いしな。毒っぽく見える。口の周りに血が。この匂い、うん、トリカブトだ。猛虎も毒の作り方を学んだ。これが因果応報か。はあ、そうか。あ、なんで鬼ってわか、ええー、急よく抜けたな、サクッと。あ、毒か。毒矢尻に塗られてたな。クソ。吹雪に紛れれば。吹雪に紛れれば。どこだ、どこに行けばいい、どこに隠れればいい。あ、見失ったって言ってる。いいぞ。え、でもどこに行けばいいのか。ちょ、川冷たいよね。川冷たいもん。この橋渡るしかないのかな。こんなんバレやす。え、おい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 、誰もいないのか。うわ、まあこの毒の威力は自分で知ってるしな。ユナ、その声、ユナ、お主か。え、また助けられてしまうのか、ユナに。ああ、これで2回目だな。目を覚まさないかと思った。また救われちまった。生きておるとは、もうこの毒矢を食らってしまった。誰が教えたの？わからねえ。うん、龍蔵は殺したしな。だが作り方を知られたようだ。誰が？奴ら金の連中で試したんだ。ああ、あの村が焼かれる前、血だまりの中で死んでる家族を見た。始末をつける手は一つ、ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くに野営を敷きたい。調べてみるよ。兵具はつづらの中。支度ができたら矢倉に来て。なんか患者がいるのでは？志村殿の部下とか、そのあたりに。あれだよな、志村城に行く前に。あ、ここにあるのか、陣の装備。たくさんの鉢巻き、やったー。ユナと話そう。たくさんの鉢巻き戻ってきた。あのつづらの中にこれだけの鉢巻きがね入ってましたから。なんかユナにトリカブトを集めさせたよな、ジン。ありったけの鳥かぶとを集めてこいつって、なんか他の者にも協力を頼めみたいな。その様子をなんかスパイに見られてて、猛虎の。それであの植物が毒だって知られたとか、そういうのかなって思いました。で、装備が戻ってきたから、こっからようやく自由に行動できるようになるのかな。あ、でもとりあえずユナに会いに行かなきゃいけないのか。あー、でももう、あ、旗だ。ビリーブと一緒に行動はできないの？うわ、笛吹けなくなってる。尺八は吹けるけど。マジか。え、マジで？うわ、
バグなくなってる。この装飾品のところから、ビリーブの装備を変えれたのに。いやー、タカと同じぐらい辛いな、それは。だいぶ悲しい。どうしよう。いい隠れ家を見つけた。うん。櫓から山の方を見て。ビリーブを失ったの、すごい辛い。何隠れ家を見つけたって。隠れ家、山の近くか。お？もう立派な建物じゃん。寺じゃないのあれ。上学寺の仏塔。うん。寺は壁に囲まれ、その上ハーンの砦にも近いな。ほう。あそこを手に入れれば。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。うん、馬屋。俺別の馬乗りたくねえよ。言うな。なんかしっかり防寒してんないよな。あったかそうなん着てる。俺別の馬乗りたくねえよ。馬はどうしたの？いろいろあったんだよ。逃亡の折、追っ手の矢を受けてノブは死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。そうする。そうね。よろしく頼む。行こう。で、寺取り返すのか。確かにこれ長いな。志村城に行く前に、こっから先長いですよみたいなメッセージ出たけど。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。ん？おじうえと共に猛虎を追い詰めておれば。あ、この人たちか。なんであの時降伏したの。そうだよな、お主を守るため同士討ちを。ユナかな。お主を凶族として差し出すことなどできなかった。そうだよな。もう憎まれてるけどね。それに降伏しなければ犯人逃げ切られていたはず。おじうえは俺を守りたかったのだろうがな。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。そうだな、それは誰にも分からんからな。いいことを証明してきたよ。いやー、マジで。でもね、本土から来たやつらと志村のおじきが黙ってクロードについてきたら、ハーンを殺して猛虎を追い返せばもう勝ててるまであるよな。志村様は許してくれるかな。許しは無用だ。おじうえの許しは無用だ。こうなったこと悔やんでない？いずれにせよ、許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。いやー、口では強いことを言うけど、割と気にするしてると思うんだけどね、ジンは。なんか、よし。最初の頃はやっぱり葛藤あったわけだし、今でこそこの道を進むってもう決めたから迷いはないけど、辛い道を歩ませてしまったな。まあみんなにとってそうだけど、人だけじゃなくて。戦争ってクソですよ。上学寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。お、作戦立てる感じ。馬を降りろ、歩いて行く。っていうか、もう猛虎だけじゃなくてね、え、本土の武士、鎌倉の武士たちからも追われる立場になったわけだよね、ジンは。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。なんでこんな同じ対馬でこんなに寒そうなんだよ。すごいな、四季を感じられるね、対馬だけで。葉っぱが色づいてるとこもあれば、桜みたいな葉っぱが舞ってる場所もあるし。お、あそこか。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。
まず宿営、次に寺を制す。うん、助けてやらんと、早く。のろし筒。あれで敵襲を知らせるのか。じゃあ、上げさせない方がいいよな。うん。じゃあ、どっからやろうかな。そこにもなんか猛虎のテントみたいなのあんね。そっちからやった方がいいか。あ、いい感じにススキ生えてんね。これで身は隠せるので。連殺いけるかな、この二人一気に。しゃあ、いけたー。で、あ、もうバレてる、見られてる。あははは、捕虜殺しに行ってる、あの人。ちょっと待って、すいませんでした。止まれかった。よっしゃ、もうこうなったらぶち殺してやるよ、正面から。オールが、よし、おれ、やったか。まだいる。ちょ待って、それ危ない。いてどこかに隠れろ。あ、でもこの人が最後の一人かな。よかった、無事か。寒いでしょう、凍えちゃうよ。え、近くに敵がいる。まだいんの。上、上か。なんであいつ気づいてねえんだよ。なんだこの間抜け。いい加減にしろよお前。これで終わり。今度こそまだいる。終わりかな。私を殺すの。あ、助けれる。ここで死ぬかと思いました。動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。うん、次が本番だな。ここはまあ軽いもんよ。しかしなあ、猛虎だけじゃなくて武士からも追われるようになっちゃって。それでも先生とか政子殿は協力してくれるかな。ノリオはなんか協力してくれそうだけど、まあ政子殿も大丈夫だな。問題は石川よ。物見役の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え、のろし術を打ち上げ、おびき寄せ、さっきの一網打尽にする。なるほどね。火薬の樽があるぞ、使わせてもらおう。待っておれ、のろしを上げ、のろしを上げて敵が近づい、のこのこ近づいてきたらあの樽爆破させて、一気に吹っ飛ばすと、人数を削ると。そういうことをしたいのかな。でもな、どこから火薬弾狙えばいいんだ。あ、ここにものろしあるか。よし、行くか。ん、なんだ。あ、矢か。これで気を引ける。では戻ろう。で、あ、ユナと合流しろ。します。よし来い、こっち来い。射程長い長球でもうちょっと引きつけていいかな。いけ、よーし、それなりの人数は削れたんじゃない。で、あ、なんか困惑してる様子だね。さらに近づいてきたら鉄ハウをぶち込んでもいいんだけど、今ぶち込んじゃうか。鉄ハウあそこまで届くかな。あ、でも来たな、こっち。なんかちょうどいい場所がないな。うん、あ、今闇打ちできた。あ、しまった、闇打ちのチャンスを逃した。しかもダメージ受けたからクロードの方使えなくなっちった。やつい。フンヌの前だこの野郎。おら、すべて倒したよ。よし、で、あ、突っ込むか。行こうぜ。さあ着きましたけど、うん、さっきいっぱい戦ったから、慎重に策を練らねばな。この辺には敵いないな。あそこを登れば裏に回れるね。どこのこと？
どこを登れば裏に回れる？凍った滝を探せか。あ、あそこか。よし。こっから先は、あ、いるね、いるね。どう戦いを仕掛ける？まあ、まとめて相手にしても正直勝てるけど。どうするべきかな。あ、でもちょっと、あれだな。あれに変えとこう。剣聖の所属。こっちが好きなんだよな。思いっきり暗具を使って戦えるときは、宮内とかもね。隊長と歩兵か。長を殺せば兵は散る。ほう。まあ、坂井家の鎧で一騎打ち仕掛けちゃうってのもありだけど、あの偉そうにしてんの隊長っぽいな。あいつ吹っ飛ばすか。まあ、位置的にあの坊主たちにも爆風いっちゃうけど。多分それは大丈夫なので、ゲーム的に。行こう。よろしく。クロードが来たぞ。殺せ。しゃあ、ほまるかった。あ、やばい、オルが狙われてる。まずこいつをやらないと。しゃあ、ユーナがなんか強そうなんと戦ってる。オルが今助けるぜ、クロードが。よし、あとは終わりかな。おうおう、まだ息あんじゃねえか。よし、終わりましたよ。片付いた、もう安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。あ、なんかさらっと終わったな、やりとり。もうこのね、寺を奪えば戦いが有利になるって話じゃなかった？ここをどう扱っていくんだろう。猛虎もいないし、壁も頑丈。うん、ここなら安全だ。弾を取れるな。ジン、寒いし。志村様のこと気になる？そりゃあな。俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。うん、鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。ありがとう、ユナがいてくれてよかった。ユナがいてくれてよかったな、本当に。ギリギリ孤独にならずに済んでるもんね、ユナの存在で。もうめっちゃスキルポイント持ってる。もう取らせるスキルもないんだよな、ほとんど。技もね、大体取ってて、型も全部こうスキル取ってて、あとは、あ、まあここに1個あるけどね。うん、闇討ちの標的の近くに仲間がいるとき、なんか光る。まああんま必要ないかなって思ったけど、余らせてるから取っちゃおう。あとはもうこの辺だね。この辺一切取ってねえんだけど。探索用の課税ですね。もう人とか、狐の巣とか、そういうのをピンポイントで探したい時に使えるやつなんだけど、あんまり必要ないかなと思って、取ってなかったんだよな。まあ余らせてるし、多少取ってもいいのかな？うん。どうなんだ。でももう本当にスキルポイントの使い道自体がなくなっちゃいそうなんだけど、なんか新しく出現するとかあるかな、この辺とかに。うん、さて、なんかやっとこっちの土地に来てから一段落ついたような感じがするわ。うん、自分で受けられるクエストを選べる状態にやっとなったね。あ、でも豊玉とか伊豆原には今飛べないんだ。まだ逃亡中って扱いだから。マジかよ。ってことは逃亡中じゃなくて、ちゃんと志村殿と和解できる
ことがあるってことか。じゃなきゃ今逃亡中って扱いになんないよね。逃亡中の状態がいつか終わるはずだから、うまく和解できるといいけどね。でももう無理な気もするな。いや、なんかすごいことになっちゃった。いろいろ起きすぎて何を言っていいかわかんないんだけど、ビリーブだったり。はいはいはい、何ですか。ちょっとまた次回でいいですか。そのね、豊玉の方の志村の先陣で鎌倉から来た武士と会うところから始めて、そっからぶっ通してやっちゃったんで今回、うん、一旦終わりますけど。いやでもなんかまとめらんないな、いろいろ起きすぎた。本当にまとめらんないわ。やっぱりジンに頑張ってほしいですね。あ、そういえば龍蔵も死んだんだったな、うん、忘れてた。うん、龍蔵を殺してビリーブが亡くなってしまって、で志村のおじきと反発して、まあ大体ざっくりそんなことがありましたね。早く石川先生とか雅子殿にも会いたいけどなあ。なんかみんなとの関係がどうなるかっていうのも気になりますよね。じゃあしばらく普通にただ進めていく感じになるかな。早くみんなに会いたいし、逃亡中の状態じゃなくて。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。